こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、建物買取請求権について2パターン、基本的な部分をお伝えしたいと思います。まずこれ借地契約が前提となっているんですね。地主と借地権者の間のここの借地契約、ここですね、地主と借地権者との間の借地契約、つまり地主は借地権者に対して土地を貸すと、で借りた土地の上に借地権者は建物を建てるという状況ですね。でここで一つ目ですね、更新拒絶についてです。借地契約が期間満了の際に地主の更新拒絶によって契約終了しちゃうよといった場合の話です。まあ、通常は法定更新法定更新となっていくんですね。建物が存在する限り借地契約は更新されていくんですけれども、期間満了の時に地主が正当事由によって異議を申し立てることによって更新が拒絶される、まあ、つまり期間満了によって契約が終了するといった場合もあるんですね。でどういったことが正当事由に当たるかというと、例えば地主がこの土地を使う必要性だったりとか、また借地権者がこの土地の利用の仕方が、まあ、著しく悪いだったりとか、例えばもうゴミをいっぱい溜め込んでいて近隣の住民からクレームが来ていると、まあ、そういった場合とかですね、まあ、いろいろな事柄を考慮した上で、まあ、これは正当事由に当たると裁判所が判断すると更新拒絶となって期間満了によって借地契約は終了するという話です。でこの場合借地権者は土地を借りているんだから土地だけ返したらいいっていう話ですよね。ただそこの上には建物が建っているわけですよ。そうするとこれ建物壊して更地で返すってなってくると、この建物もったいないですよね。まだ使えるのであればこれは使った方がいいですよね、ということで借地権者には地主に対してこの建物を買い取るよう請求することができます。これが建物買取請求権ですね。でこの買取金額なんですけども、これは建物の時価で判断するんですよ。つまり新築時例えば3000万円で建てたと言ったとしても、これどんどん使っていくことによって値段は下がっていくわけですよね。もう築30年で市場価格が1000万円ぐらいなのであれば、この買取請求できる金額も1000万円ぐらいになるという話です。で続いてこの借地上建物を第三者に譲渡した場合の話です。借地上建物を第三者に譲渡しました。で譲渡をしたらこれと同時にこの借地権も第三者の方に移るわけなんですよね。でこの場合地主の承諾が必要になってきます。これは前回の動画借地権の譲渡転貸のところでお話した内容なんで、わからない方はそちらの動画先にご覧いただければと思います。でもし地主が承諾しない、また裁判所についても地主の承諾に代わる許可を出してくれない、まあ、この場合第三者は借地権取得することができないということになるので土地を使えないっていう話なんですよ。もうそうなってくると第三者はこの建物所有していたとしても土地が使えないわけだから、建物も使えないっていう話になっちゃうので、この場合は第三者は地主に対して建物の買取請求ができます。第三者は地主に対して建物の買取請求ができるということですね。これも直で買い取ってくださいと、建物の直で買い取ってくださいというふうに主張することができるという話ですね。でこの第三者については、この譲渡、まあ、買い受けた時に不動産会社に仲介手数料とか払っている場合があるかもしれないです。そうなってくるとその分はまあ、ちょっと損失になってくるわけですよね。直で買い取って、で直で売り渡したとしても、ここで仲介手数料かかってきているわけだから、まあ、ちょっとその分は、まあ、損失受けるわけなんですけども、まあ、大きな損失はないと、まあ、いったイメージです。これが建物買取請求権の2パターンですね。もう基本的な部分なんで、この2つは最低限頭に入れておきましょう。誰から買取請求ができるかっていうのが一つポイントになってくるんですね。こちらは借地権者から買取請求。こちらは借地権者から買取請求ではなくて第三者、借地上建物を取得した第三者が買取請求できるんだというところを頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。